どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。第3章、輝く監獄、やっていきましょう。龍が如くゼロ。さて、ここは、あ、蒼天堀か。大阪の道頓堀ですね。つまりは、まあ、つまりってわけじゃないけど、あ、大阪もやっぱりバブルなんだ、この時代は。あー、でも行ったなー、つぼら屋とかありましたよ。グランド、キャバレーか、キャバレーグランド。へえ、いや、さぞかしなんか立派なとこなんだろうな。楽器できる人ってすごいよね、羨ましい。生演奏ってすごいね、考えてみたら。おお、なんてこった。死ぬ死ぬ死ぬ。酒飲めないから、もうこういうのやばそうだ。何？うわあ、あら、まあ一応やってみたいな。社長、へえ、こりゃすごいね。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。まあ、そうそうないわな。そりゃもうここが何もナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて、タコなしのタコ焼きみたいなもんですわ。いや、先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ、お偉いさんか。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない？ああ、そないなことありまへんて。もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったら、あの近江連合のお膝元でしょ。そうだね、町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。東上会の神室町、蒼天堀の、ましてやこの手の店、あ、違う、近江連合の蒼天堀だからね。あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫です。まあ、怖いもんね。物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心、折り紙付きです。やっぱ直感でわかるんかね、これやばい人だっていうのは。まだわかるか。確かにやさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ、細かい話は抜きにして、ささ、まずは座って一杯やりましょうね。え、ほらさあ、なんかでも、ね、ちょっといい席なのかな。さては、あー、あったかいお手拭き、あったかいのかどうかわかんないけどね。こんばんは、失礼します。失礼します。いや、こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。なるほど。ほら、君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか。かっこええですね。うまいんだよな、こういう持ち上げ方が。いや、今回はたまたま出張でね、ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。いや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。さぞかしたけんだろうな。おお、シャンパンで10万か。おほほ、やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパン行っときましょうか。まず、おいおい、大
丈夫か？10万だぞ。大丈夫大丈夫。いや、この社長はもう、金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。え、接待？ありがとうございます。あ、でも一本でええんですか？え、せやねん、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます？大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。この人出すんだろうな、多分話的には。ここは潔く一人一本言っとこか。嘘よ、40? お前らの分もかい。ねえわええわ、4本言っとれ。怖っ。さすが男前、お願いします。いや、入ってすぐ40万。もう一杯や。あー、うわー、両手に花じゃねえかよ。賑やかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。あの、フルーツ盛りもさぞかしたあけんだろうな。有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わって、そこから急に。敏腕じゃないですか。支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで。はは。箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。まあ多分敷地面積的なこと言ってんだろうな、箱っていうのは。そう、うちの支配に夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。へえ。そりゃあ一遍お目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。あら、こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろ。ね、うわわ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 わ、なわけあるか。ほら、ここや、ここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうか、その辺で。かわいやっちゃな、もう。あらららららら、しっかりと、うわい。お客は、大概に戦闘。いや、強そうだけどな。大概にせんかったら、何やっちゃねん、これ。おう、こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。あっと、ボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に、逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だから、なんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。用心棒的な。うわ、銀、もう、うわ、もう強者の風格がちょっとあるな。誰だ。いや、でもヤハさんっぽいぞ、この靴の感じ。ん？あ、マジマの兄さん。マジマの兄さんか。彼ってあの男か。あれはただのケツ持ちだろう。お客様、ん、本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。え、せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。支配人、この人かい。お前が支配人やと。え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。堅気なの。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら、力ずくで来てみろや。おう、そのつらこき落としけ。
そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、さわらええ心がけやないか。おい、やめろ、殴んなよ。お前さんのその心構え気に入ったわ。いや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 、狂気になるから。それこいつはおごりや。たーんともいい。あ、そういう、あー、うわ、やめろって、やめろって。そんなことしたら後でどうなるか。あー、どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、ええ、どけおや。おう、お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。来たら何やっちゃねえ。しゃあないの。あ、やばい、スイッチ入った。いっちょ景気のやれや。なぜ飲んねん。これもうしっかり教育されてるじゃねえか、そういう時用のために。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし私からは一切手出しはいたしません。マジか。何しろお客様は神様ですから。まだそんなこと抜かすかい。やめおって。ショータイムや。ちょくちょくなんか真島さんっぽいんだよな。次回いきます、お楽しみに。俺さ、この間あのドラクエ初めて買ったんだけども、ちょっと聞いてもらっていい？あのスライムどうやって食うん？食う？おう。いや、そういうゲームじゃねえから。おお、マジか。いや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 